日本百名山は、文筆家で登山家だった深田久也が、実際に登庁し、日本の各地の山から定めた基準で百座を選び、主題とした山岳随筆集である。書簡は1964年7月に新庁舎で、出版。第16回読売文学賞を受賞した。百の日本の名宝各座が四ページ程度に巧みに、まとめられた随筆であるが、山の知識 歴史、文化史、文学史、採用に関する研究所であり、山格を論じたものであり、登頂に至る過程の随層であって、気候文集とは違う。山の選定は、深田の登山経験によるもので、1942年の山頂山六、1948年の我が山々、1952年の落ちこちの山、1959年の 我が愛する山々などの山岳機構が元になっている。本書における山の記述が登山解説書や様々なホームページで引用されることがある。登山機として見た時の日本百名山は他の著名な山岳随筆であるウォルター・ウェストン、日本アルプスの登山と探検や、小島薄井志賀茂高田辺茂春、冠松次郎、 串祉玉五市などの諸作品と比較すると、一座あたりの文章量は少ない。日本の多くの山を踏破した本人の経験から、品格、歴史、個性を兼ね備え、かつ原則として、標高1500メートル以上の山という基準を設け、日本百名山を選定した。1961年に、上高地で、海山祭である、ウェストン祭の公園で、 日本百名山の選定基準を披露している。また、本人が登頂した山であることが絶対条件となっている。少年の頃から約50年の間に相当数の山に登っていて、多くの山を知っている点に自信を持っていた。前期の基準に加えて、観光的に開発され尽くして、三例の住処がなくなっているような山は選ぶわけにはいかないと述べ、 中学時代を過ごした福井県の荒島学に触れて各県から代表の山を選ぶというような考えも持っていたとしている。なお、47すべての都道府県から選んだわけではなく、百名山の存在しない都道府県も西日本を中心に16府県に及んでいる。旧大すれすれの山を選ぶ心情を愛する教え子を落第させる主権官の辛さに似ていたと述べている。 自分の選定の試みは旅行業界が観光振興のために選んだ名称百選のようなものに比べれば正確だと自負する。一方、自分の基準が唯一の妥当な選定基準ではないことも認めていた。新潮文庫版の日本百名山では解説者の串田孫一が読者が自分で百名山を選定する際の叩き台として使えることもこの本の魅力という意見を 述べている。北海道では急座が選定され、他に、うぺぺさん家さん、にぺそつさん、石狩学、ぺてがりだけ、足別だけ、駒ヶ岳、孫崎山なども有力な候補としていたが、登場していないことにより除外された。東北地方では、秋田駒ヶ岳と栗駒山も候補としていて、森吉山、姫神山、船形山は標高が低いことから除外された。 上信越は最も選定に迷った地域で、女宝山、千の倉山、黒姫山、飯綱山、相門学、荒沢学、白社山、鳥高山、岩菅山なども候補としていた。日本アルプスからは28座が選定されたが、雪倉岳、奥大日岳、針の北岳、蓮華学、椿岳、お天章岳、霞沢岳、有明山、楽岳、結果地山、 大無限山、ザルガタケ、七面山なども候補としていた。北陸地方では、旧ガタケと大笠山を入れるべきと考えていたが、登頂していなかったため除外された。自身の出身地では、荒島学と農業白山から全社を選択した。関西地方では、藤原学と平山が標高が低いため除外され、古在所岳は山頂が、 遊園地下施属化していたため除外された。中国地方では氷の山を次の候補としていて、昼前や三部山などなだらか山が多く物足りなく、漢字、鳥取県の大仙一座のみの選定に至った。四国では迷うことなく、石槌山と県山を選定した。九州では湯部岳、市房山、桜島も候補となっていた。 深田が百名山の有力な候補として挙げた山の多くは、後に深田のファン団体、深田クラブが選定した日本に百名山に選定されている。深田は第二次世界大戦前には日本の目星山にすべて登っており、その中から百名山を選ぶという構想を持っていた。全国88座の山を記した谷文長の日本名山杖を念頭に置いたとも言われる。 1940年3月から出版社であった法文堂から山岳雑誌の山小屋で日本百名山の初期の構想であった連載を始めた。その初回で日本百名山を選ぶのは他年の僕の念願であったと記載して400から600字程度の短編に自身が撮影した写真をつけて毎月2座合計以下の二重座の連載が行われた。 1947年により、東京新聞出版局から創刊されている、山岳雑誌の、学人では、奥山明、冠松次郎、辻村太郎ら54名のアンケートにより1年、余りかけて選考が行われ、1953年の3月号で、学人選定による日本百名山がまとめられた。78座が後に出版された。 深田久屋による日本百名山と一致していた。標高1500メートル以上であることをあくまでも原則として山陽の良いこと、継承地であること、山頂からの展望が優れていることなどが先行条件となり、特に登山の対象として面白いが主眼とされていた。1959年3月から法文堂の雑誌大和高原で、 毎月に座の日本百名山の連載が始まった。山の知史、歴史、文化史、文学史、山陽、自身の登頂期などを2000字程度に簡潔にまとめ、50回連続して1963年4月号まで書き継がれた。初回は、長海山と南大山、最終回は、筑波山と富士山だった。山の愛好者から好評を得て、 この雑誌の読者による人気投票で第一解読者賞を獲得した。その後、一年余りの遂行が重ねられて、1964年に新庁舎から日本百名山の単行本が出版された。各山の文章中に山周辺の地図と山の白黒写真が挿入された版もある。公表を得て、深田のこの著書が、 第十六回読売文学賞を受賞した。その増賞式は1965年2月6日に読売会館で行われた。深田久也終焉の地の蚊屋が九1971年3月21日に山上で脳卒中で急性。深田はこの本の出版後も相変わらず山に登り続けて、ぜひ百名山に入れたいと思ういくつかの山を知った。 それらは標高としては第二千級ではあるが、その山陽の美しさや品格のある点では三千メートル峰にも劣らなかったと記している。1971年に出版された山岳気候エッセイ集山頂の憩いから日本百名山その後では二十座ほどが紹介された。日辺卒山については日本百名山を出版したとき、この山をまだ見ておらず、 ニペソツには申し訳なかったが百名山には入れなかった。実に立派な山であることを登ってみて初めて知った。と記載している。多くの人の意見を聞いて若干の山の差し替えをするつもりのようであったが、結局1964年の出版後に百座の入れ替えが行われることはなかった。山頂の憩いから日本百名山その後が遺作となり、 1971年3月21日登山中の山梨県の茅ヶ岳にて脳卒中で急成した。なお、本書に続いて、深田は1970年に山岳雑誌、学人の1月号から世界百名山の連載を始めた。41座まで書かれたところで急性し未完成となったが、世界百名山、絶筆41座が、 新庁舎より出版された。登山史の深い検証や幅広い文献収集を土台としており、日本百名山以上の名著とする評価もある。1982年から、茅ヶ岳山麓の山梨県にらさき市で、深田の遺徳をしのぐ石踏舞前祭りである、深田祭と記念登山のイベントが、毎年実施されている。2002年12月に、石川県加賀市大正寺に、 深田久や山の文化館がオープンした。2007年には、薬島のガイド、島津光一郎が、日本百名山を48日間で連続投破し、平田和文が2002年に達成していた最短記録を更新した。2014年には、山岳ガイドの藤川健が、さらに記録を短縮し、33日間という日本百、 名山登頂の最短記録を達成した。個人の日本百名山の登頂記の書籍が多数出版されている。本書は気候文集でも案内書でも、まして登山入門書でもないのだが、この本を通じて今まで知らなかった日本の山々の魅力を知り、自分もこれらの山に登ってみようという人たちが登るべき百の山の指標だという勘違いから日本百名山ブームが起き、 現在も継続している。百座のうち自分がいくつ登ったか増えていくのを楽しみにしている読者もいる。ただし、深田久也自身は戦前以来の経験豊富な仲間との奥深い奇襲登山を好み、一方で第二次 RCC の奥山明などの若い世代のパイオニア的な登山も背後から奨励していただけに、そのような登山初心者の風潮にいささか困惑していた。 一方、自分で山岳の探求をせずに、日本百名山だけに、人々が群がり、シーズン中の百名山周辺の山小屋が、旅行会社のツアー客も交えて混雑し、登山道が荒廃するような山登りのあり方を、批判する意見もある。もとより、深田久也の、罪とされているわけではないが、国内外で1500座以上の山岳を登頂した、山歴を持つ今西近治は、 百名山は深田がいわば水峡と未行域で選定したもので、基準も関東中心で絶対的ではないとした。そして、筑波山のように東京から見える山ではなく、標高も1500メートルにも満たない低山ではあるが、生態系の多様性や歴史、伝承に満ちた集落を有し、日本百名山に匹敵する立派な山が京都北山の奥深くにあるのを知っている。しかし、 深田百名山のように荒らされると困るので、どこの山なのかは、絶対に書かないと、京都学原く皮肉っぽく述べている。1994年から翌年にかけて、NHK 衛星第2テレビジョンのテレビ番組で、深田久也の日本百名山が、映像と深田の文章を交えて、一山につき10分ずつ前山が紹介された。また、1995年に、 岩崎元、南乱暴による、趣味百科、中高年のための登山学が放映されたが、その反響が大きく1997年にはその、続編として、岩崎元、山内県による、趣味悠々、中高年のための登山入門日本百名山を目指すが放映され、中高年登山者を中心に、さらにブームを拡大する契機となった。2012年7月2日から、 NHKBS プレミアムのテレビ番組日本百名山で日本百名山の登山を主題とする気候番組が放送されている。深田久也の日本百名山に記述されている百座をその順に以下のリストに示す。国立公園内にある山、各都道府県の最高峰、火山などが多数含まれている。3000メートルを超える山が13座含まれている。 高い山が少ない西日本の山の選定数は少なく、選定されていない都道府県が多数ある。各項目の記号をクリックすることにより、そうとすることが可能である。昨今では様々な名山が選定されたり、書籍、冊子として刊行されたりするようになった。以下にその例を挙げる。この他に北海道百名山、東北百名山、 美島百名山、山梨百名山、関西百名山、四国百名山、九州百名山など、各地の百名山、岩崎元尾線の新日本百名山、小林康彦線の日本百定山などもある。飛田山岳会では創立100周年を記念して2008年9月、飛田百山を出版した。他にも下表に示す地元の自治体、山岳会、 出版社及び新聞社が選定した各県や地方の百名山などがある。2002年には山岳写真家の白川義和が中心となり世界百名山を選定した。日本全国の百名山が複数あり、特に読売文学賞を受賞した深田久也の日本百名山はよく知られている。日本百名山の本は多数重版され、開版や 真相版も出版されている。深田久也自身の著書の他に、深田久也に関するものや、日本百名山のすべての山を解説する、登山ガイド本などが多数出版されている。他にも、ビデオ DVD なども、多数出版されている。トランスクリプション、バイマーチンフットレッドマウンテンズオブジャパン、ユニバーシティ・オブ・ハワイプレス2014。ありがとうございます。